どうも軸慣れないな。なんか硬いね。いや、取られることに慣れてないです。そうか、こういうスタイルあんまりないですもんね。今ね、古着の知識編の収録が終わって、軍曹がピープルゲットレディの店内をちょっとお買い物というかね、探索してくれるそうなので、ちょっと自分がカメラを回しております。すいません、よろしくお願いします。あ、古着軸。いや、みんな知ってますよ。今から、もうあのピープルゲットレディさん来たら、さっきもちょっと言っちゃったんですけど、はい、ここね、ちょっとまだ寝付け前コーナーです。ここクリーニング途中のやつとかね、いや、もうさっきも山積みでございます。ファイヤーマンジャケットみたいな形のこの金具もめっちゃいいっすもんね、うん、これは正直なんか欲しいとは思うものの、どうなんだろうとも思うところもあるはあるんですよ ね、 ね、普段使いにはちょっと難しいと思えるぐらいのこのね、フック式のねファイヤーマンジャケットとかにあるね、着るのはなかなか大変そうですけど、これ見るとか、早速試着するんですか。ガンガン試着する可能性ありますけど、いいっすか、試着させていただいて、はい、あ、でも気にはなってるんですよね、本当に。なんか軍曹はもうすでに持ってそうなねぐらいの雰囲気がありますけどね。あ、でもサイズもちょうどいい、中に持ち込めそうですね。自分が基本 L サイズを着るんですけど、あ、インナーにスウェット入れてそのサイズ感なら多分使い勝手はいいんじゃないですかね。ここ締めるのが結構あれですもんね。あ、でも意外と簡単に締めるの。そうそう、そんなにね、見た目ほどね、あの難しくないんですよ。この金具がいいっすよね。なかなかないんで、あんまりいいなぁ。ちょっとゴーグルしててなんかマスクしてるちょっとあれですけど、渋いっすよねこれ。なんかこういうフラップになってるんですね、普通のフラップじゃ、うんうん、なんか物が落ちにくいような作りですね。一着一着この時間で言ったら 4K 持たないですよ、多分。あ、意外とこれ脱ぐとき大変なの。データ量がすごいことになりそう。サクサクいきましょうか。よいしょ。あれね、ちょっとカットしないですからね。いや、これ、いや、これ、これはさっき、ね、着てらっしゃるのと同じこのボーイスカウトのねシャツですけど、見つけたら必ず集めるようにしておりまして、今回も一等を見つけてきております。なんかね、あの僕個人的にこれなかなか見つからんだろうと思って、かわいすぎるやと思って買ったんですけど、もううちですでにね2着ぐらい来てるってなると、なんかあーやっぱ出るんだなと思っちゃいますよね。いやね、で一個一個やっぱワッペンとかそのね、うん、牛さんの形も違いましたからね。これ何がいいって、もうこの牛さんもいいんですけど、このワッペンですよね。さらに結構ね、背中と袖にね、うん、デコレーションがすごいですね。これめっちゃいい。なんか単純に赤ってだけだったら結構なんか難しいというか、うんうん、こんなパキッとしとるとあれですけど、こういうワッペンがついとるとまた違う感じで着れるからいいですよね。結構これ気になってたんですけど、まあ、ちょっと今からの時期だったらあれのかなと思うんですけど、レザーのウエスタン調のベスト、うん、中がボアになってて、スウェードかな、レザーのね、うん、これもいいっすよね。なんかあまりレギュラーを基本的に売るっていつも言ってましたけど、はいはい、ヴィンテージ増えてきてますよね。いやいや、ヴィンテージっつってもね、その手がねまだ出しやすい価格帯のね。ハーフハートも結構入れられたんですか。そうですね、まあ、もう状態がいいのがあれば、もうシーズンこれからもうね春ですけども、来年用と思って仕入れるものもあります。最近ナイロンジャケット系が気になってるんで、こういうのとかもいいっすよね。もうやばいっすもん、本当にいろんな売り場探検っていうよりもここだけで終わるんですか。やっぱここから一旦離れた方がよくですか。見ちゃうからですね。あのピープルゲットレディのね店内こんな感じですよっていうのをね、ちょっと見てもらえれば。これからの季節ちょうどいいんじゃないですか。デニムジャケットとかメルシャツとか。そうですね、ちょっと羽織アイテムとしてね、うん、この辺はねちょっと古めのビッグマックとかね、うん、あのファイブブラザーとかのアイテム置いてます、はい。ね、メルシャツは何個あっても何個も買っちゃうからですね。本当に
よくみんなが言うね、 T シャツ、寝るシャツ、シャンブレーシャツは何枚あっても困らないからなっていう、その自分をこうなんだろうね、納得させるというか、うん、自分に言い聞かせてるみたいなね。いやね、もうあのこのさっき収録したスタジャン系ですね、うんうん、もうほんとこのね、古着の知識編のためだけにたくさん入れましたからね、ためだけにというのも変だけどね、スタジャンたくさん入れましたよ。それもいいっすよね、本当に、ね、この色ほんと可愛いなと思いますね、うん、このね、ノースカロライナブルーなんだけどね、イェール大学じゃないよなっていう、このね、 Y のイニシャルがねサイズはね、レディースの方におすすめかなってとこですもんね。それちょっとジャストよりか僕だったらちっちゃいのかなっていう感じですもんね、うん、これも色めっちゃいい。結構ね、それはワッペンがないので、うん、まあ、自分でカスタムとかしても可愛いかもしれないですね。あとはスウェットっすよね。スウェットこそ本当ここ最近思いますけど今ですよね。どれぐらい前からですかね、スウェットとかをね興味持ち始めたというか、軍曹がねスイッチ入ったの半年ぐらいになるんですかね。まだそんなもんですかね。なんかね、着ないって言ってたタイミングがあるような気がするんですよね。最初の方着ないって言ってましたね。僕スウェット着ないんですよねって言ってたのになんかもう今日もスウェット着てるしあのやっぱね、言葉っていうかその人の思考は変わってくるですね。いや、ね、本当そうです。結局言っててもいつか興味が出たりするからですね。でもやっぱなんかそこら辺取っ払って楽しんだ方が絶対楽しいっすよ、うんうん、そのルールはね、その変わってというか自分のね着こなしのルールはどんどん変えていっていいっすよ、うん、これいいっすね。バーガンディカラーが、いや色がいいんすよ。この色持ってないけんすね、まだ。だいたいやっぱグレースウェットがなんか増えてきちゃってる感じはあるんですよね、自分のところでも。自分のところっていうか持ってるものでですね、うん、スウェットはね、ここのコーナーとさらにその右奥の方にねあるんですけど、結構ね今もあのいい柄結構うち今集まってると思いますけどね。これノートルダムの、ノートルダムですよね、多分。違ったっけ？うん、これまたグレーなんだけどめっちゃいい。僕このグレーに緑のプリントみたいなのって結構好きなんですよね、うん、あっちのコーナー行ってみますか。虫がやっぱグレースウェットって多いですか、その仕入れに行くときも。そうですね、スウェットはやっぱグレーネイビーは多いけど、うーん、まあでもその時その時ですね。その辺がナイロン系ですかね、スポーツ系の。そうですね、もうアディダス、ナイキ、リーボックとかのナイロン系のスタ、ナイロンジャケットですね。なんかここら辺にももう今手出しそうになってきてるからですね。ちょっと前にね、今アウトドアも興味があるっておっしゃってたしねスポーツとアウトドアまで。コロンビアとかも可愛いですよね、本当になんかいろんな色の切り替えがバーってあるのが多いんで、うん、コロンビアはねカラーリングいいっすよ、本当。いいっすよ、で値段もね少し手が出しやすいんですよね。そうですね、なんかパタゴニアとかね、ノースに比べてコロンビア結構自分もあの注目してますね。このアディダスがめっちゃ可愛い。なんか俺たち世代でいう学校の先生着てたみたいなですよね。学校の先生着てたんじゃないかなっていうのはね。それ言われるとちょっとなんか国語の先生着てたなみたいなね。わかります、わかります。こういうのもね、着てましたね。あ、でも今見るとやっぱなんか顔いいなって思っちゃうんですよね、うん、改めて。なんかね、一周回ってじゃないけどですね、うん、オーバーオールもたくさんありますもんね。ね、ストックにもまだ持ってはいるんですけど、ある程度選んでもらえるサイズはあるんじゃないかなと思いますけどね。この手はまた女性着たら可愛いんですよね、うん、圧倒的なミリタリージャケットですね。めちゃくちゃ丁寧に説明していってくれてますピープルゲットレディをすごい紹介してくださってます。なんか売り場を舐めるようにこう、もういや好きなものだけ見ていっちゃうと多分バーって見ちゃうんで、この辺がまあユーロワークのねワークものから始まって、
そっちはずっとミリタリージャケットですね。これこの間気になったんですけど、サイズだったからなんかちょっとだけ合わんかったんですよね、うんうん、すごいヒールがついてる。見えないマスクで見えないです。デニムジャケットのこういう色がついてるのもいいですよね。あの企業ものとかの、そうですそうです、そうです。個人的にここら辺とかってすごい好きなんですけどね、ちょっとこれからの季節はあれかもしれないですけど、まあでも春のね入り口ぐらいまでは使いやすいと思います、ね、薄手のシャツの上からね。やっぱり袖がない分圧迫しないですからね、アウターのなんか着てる時の感じを、うんうん、これ可愛いですね、これ可愛い。ベルトンこういうのも出してるんですね。ですね、結構古いアイテムですけどね、それは。メルトンの中やっぱそのメルトンウールのジャケットっていうイメージが強いですけど、ハンティングジャケットもね、もうハンティングはでもあれいいのもうお持ちだからいいでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ、あれは打ち止めでいいと思いますよ。もうあれで一発でシエラですよ。もう最近もあの何回か自分が出てる動画なんで申し訳ないですけど、あのマウンテンパーカーの回見返してますからね、はいはい、見返してるんですかこれこんなところに多分フードについてるんですね。珍しいですね、確かにフードについてますね、それね。この手も今からの季節ちょうどいいんじゃないですか。6月とかに入ってくると、うん、まあ、さっきまだ先ですけど、その薄手だからこその使い勝手のね良さがありますよ。これですよ、コロンビアのこの色がいいっていうのが、うんうん、ちょっとね、こっちは外の売り場なんで、あの車の音がね見ていただいてる方うるさいかもしれないですけどすいませんね、ちょっとガレージっぽい外の売り場なので道沿いでちょっとうるさくてすいません。すごいかわいい。あ、ちょっと今の実家だ、うん、まあこれからもう春まで着れるアイテムをやっぱご紹介してますね。大体ね、そのコーナーがラルフと LL ビーンとトミーとかのシャツを置いてますね。なんか春頃、まあでもどうだろう、このボタンダウンシャツ自分の中でなんか難しいイメージがあるんですね、なんか知らんぞですけど。もうなんか全てのそういう言葉が後々のフックになってきそうですけどねとか言ってましたよね、軍曹ってなんかあーいいですよ、全部あの自分の言葉がねブーメランのように返ってくるからですね。いや今んとこ結構そうですもんねマウンテンパーカー僕持ってないんですよって言ったら買ってスウェット着ないんですよ、襟がついてるシャツなんですよねって言ったらスウェット買い始めて、ただ多分僕これめっちゃ好きなんですけどこういうのは着ないと思うんですよね。ちょっと前にね自分があの YouTube でもご紹介した一着ですよね。めっちゃいいんですけどすごい可愛いなと思うんですけど、なんか自分が着ると無理してる感がすごい自分の中に出る感じが割とね遠からずなスウェット着てますよ雰囲気的に、ね、今日そんな言うそれ着てる人が言うことじゃないかなっていう感じですけど多分そのうちすぐ慣れそうな気がします。いやーそうなりそうですもんね。めっちゃ曇ってきた撮っちゃいます？みんなどんな顔か気にしてる人もいるかもしれないですね、軍曹がね。まあまあ気にしてる方もいるかもしれないですけどね。この間コメントなんか来たんですよ。はい。何なんかな、怪人の方で仮面なんで被ってんだよ。なんで被ってるのかってことですか。ああ、気持ち悪いじゃんその仮面みたいな。まあその初めて見た人はねちょっと怖いって思うのは分からんじゃないですけどね。もう今ではもうトレードマークになっちゃってますからね。いやないんじゃなくて顔出したらいいじゃんぐらいの感じだったって、うんうん、ああなるほどね、顔隠す必要がないよねみたいな、もったいねえよみたいな感じで、うん、だったんですけど、うん、まあでもここまで来たらこのマスクこそ軍曹のねらしさだと思いますよ。
取る気はないですけどね。うん、これめっちゃかっこいい。ああ冬物でもこういう柄物もね、なんかすごい好きなんですけど、着ると自分の中で似合わないなって思っちゃうんですよね。ああ、なんかそういう雰囲気は軍曹も持ってそうな気がしてましたけどね。3着、1着、2着ぐらいは多分あるんですけど、なんか結局着なかったりすることもあって、うんうん、まあやっぱりその経験ですよね。なんかこう買ってみてやっぱり着なくて、あ、俺こっちじゃないんだなとかね、自分に似合うのが分かってくるというか。でもそういうのやりつつまたそういうのを買う時が来るんでしょうね。今日ベストにすごいチェックが入りますね。なんかベスト、ダウンベストじゃないにしてもなんか一着欲しいなと思ってるんですよね、うんうん、まあ、ただもうちょっと来年になるのかなと思うんですけど、うんうん、なんか今ダウンベストめっちゃ流行ってるらしいっす。もうね、古着屋の俺が言うとちょっと良くないですけど、もう何が流行ってるのかもう分かんないぐらい いろんなものが今ね、うん、なんかこれが来たかと思えば次のに行くし、なんかまあでも結局そこら辺になれるか、なんか自分好きなものを買った方がいい、うんうん、自分もそういうスタンスで仕入れてますよもう、うん、あでもやっぱ僕も多分最初そうだったと思うけど、まあ、誰かの真似でもから入ってから結局そっから多分自分の好きなものとかが出てくると思うけんですね。いやめっちゃかっこいい感じ真似から入ってオリジナルに行き着くと。そう思います。自分がオリジナルとは言えないですけど、はい、うん、らしい着こなしがね出来上がっていくというかね、着こなしとかが雑談みたいな最終的に動画にはなってしまったんですけどいやいや、うちの店内をすごいあのご紹介していただいてありがたいです。でもね、こういうの可愛いなと思うんですけど、うん、多分着ないですよ今は、ね、今はね、全部今はって言ってた方がいいです。いつかは着るかもしれんけどね。これね、デザインニットは自分が好きなんでめちゃくちゃ入れますね。ハーレーとかもねかっこいいんですけどね、なんかテーラ式なんとですよね、なかなかさっきの話もあったけど、ナイロンスタジャーなんでしょうね。プルオーバー好きで、うんうん、のハーフジップとかこういうの、そういうところから今度はアウトドア沼みたいなところにまあちょっと入りかけちゃってるんですよね、うん、それとかね、パタゴニアの90年代のカラーリングがすごいですよ。ピンクとかね、そのグリーンとかの色使いがちょっと見えるのがいいですよね。うんうん、そうそう、ちょっと着てみて。多分ね、軍装にはちょっとちっちゃいかな、それは。ちっちゃい、多分スウェットの上からだとちょっと動きにくさが出るんじゃないですかね。あ、確かにそうかもしれない。ちょっとマスクがずれて危険な感じでした。あ、帽子がずれたのか。あ、でもあ、着てもらうと全然大丈夫でしたね。なんだろう、ここのプルオーバーってなんでだろうな、好きなんですよね、プルオーバーのハーフジップって。いかんなあ、すごい中にドローコードがあるんですよ。ポケットの中から絞れるって、うんうん、いやなんだろうな、なぜかこのプルオーバー系って僕青に目がいくんですよ。うんリバーシブルってわけではないですよね、多分、うん、あのやっぱ内側の色を見せてるちょっとアクセントとしてですね。なんかこういうのってそのちょっと派手な色とかがあるのってエマージェンシーカラーとか言ったらなんかあれらしい。まあアウトドア用品はやっぱそういうところも意識してるかもですね、うん、遭難した時にひっくり返してね着るみたいなね、これちょっと MA1 みたいになってます、ね、うん、同じあの考え方でしょうね、うん、なんか本当にスタジアムもそうですし、こういうナイロン系ってワッペンとかでも全然一個一個違うけんですよ。これす
これすげえな。割とね新しいものだと思うんですけどね、ワッペン使いと色が可愛いですね、それね。すごい。ちょっとちっちゃいのかな多分俺には。こういうのが見つかるとテンション上がりますよね。これっすわ、これ。多分これなら僕来ますね。ちょっと暗めの色で落ち着いた感じの。タケザウルスも試着してましたね。あ、本当ですか、うん、結構なんかそのやっぱ渋いんでしょうね、そのね、色が。これ僕が悩んでるのと本当に似たような感じのね。あれ着てませんでしたっけ、そういうの持ってませんでした。某古着屋さんで、うんうん、これとそのウールリッチの。ああ、を悩んでたんですね。このタイプの開く襟があんまり僕個人的にまだちょっと慣れてなくて。今はね。今は。それこそ軍装は最近そのセーラーの襟をよく着てますね。あのジップで開いてセーラーになるやつね。そうですね。あの手がめっちゃ好きなんですよ。すごいこれ表と裏で服が違うんですよ。うんうん。この手はもうちょっと2着持ってるかもしれない。うん。まあ同じようなものはちょっとね、急いで手に入れる必要はないと思いますよ。まさにこれのテーラーカラーのやつとこれのショート丈のやつを持ってるんですよ。ショートカラーの時になったんですけど、これも可愛いっすよ。もうザ・アメカジみたいな。うんうん。ウルリッチ結構増えたっすね。そうですね、ウルリッチ多いですね、うち。モームアップだぞ。この辺も地味になんか色合いが可愛くて、うん、気になってるんですよ。あー、いかんね、欲しいものが。なんかアウトドア沼が本当扉が開きそうですね。シアーズのね、激渋な革ジャンスね。渋すぎですよ、革ジャン。本当に着たいってなんか僕動画出したんですけど、着るタイミングめっちゃ難しいですよ。まあそうなんですよね、あったかくなるとちょっとね、なんで今それってなるしね、冬は寒いしね、着るとね。すごいですね、背中のね、刺繍がスラジ。バージがいいっすもんね。なんかドカッと着るとちょっと違うっすもんね、うんうん、自分の中でやっぱサイズ感大事ですよね、うんうん、なんかこういうのって今いろいろ流行ってますよね。なんかネイビーとかの、リフレクターのジャケットとかもうすごい売れてしまって値段も上がりましたね最近、うんうん、あれ逆にみんな着すぎて着たくないんですよ、うんうん、やっぱそういうのがねおしゃれ心ですよ。みんなが持っちゃうとちょっと今はやめとこうみたいなね。うん、こういうこのそれこそパッカーズの色の色が好きなんですよね、うん、グリーンとイエローはいいですね、うん、あ、じゃあこの後ちょっと本気で見ようと思います。こんなマスクを取ってしまってここからが本当のはい、ピープルゲットレディオね、本当こんな感じでご紹介していただいてありがとうございました。できたんすかね今ちゃんと。これサムネにどうかなではでは ありがとうございました。ありがとうございます。では古着の知識編もぜひチェックしてください。よろしくお願いします。2投目を迎えしましたもう出すときに一緒につけようかなと。もったいぶって2本にするのもね。いやこれやばいっすよ、もうこのワッペンがやばいっすもんね。なかなかこれを2着買える人いない。そうっすか、なんかもう一層集めてやろうかって今 思いましたけど、ね、マスクに続くトレードもある牛さん、ね、シャツの方がっすね。
逆にあれもなんかどう着ていいか逆にもう分からんぐらいな感じになってきてますけど、着てはいますけどね。ありがとうございます。じゃあすいません、よろしくお願いします